はい、こんにちは、こんばんは。ゲーム動画でいこうです、スターホースポケットやっていきたいと思います。はい、まずはえっ、ー、と凱旋門賞を取ったので WBC にチャレンジですね。大根ですので、日本酒最近いいですねと思ってます。スタミナ気象改善、スタミナですよね。ただ馬体重が減ってるんですよ。ここはおっと20周切ってる。人参ですね。お、ジャパンカップってまだ出てた。出てますよね。今488キロです。なるほど、大根なんですけど、あ、間違えた。ちょっと疲れが心配ではありますよね。クラシック行ってみましょう。ジョッキー武豊で、これでですね、あとは残り8分です。果たして、今回勝つことができるのでしょうか。楽しみにして待ってます。それではまた後で。はい、WBC の結果が出ましたね。はい、ここは勝ってほしいとこですが、果たしてどうなるか。もう18周しか残ってないんで、出せるチャンスって1回ぐらいなのかな。これ勝って、SWBC 勝って合計7000枚。それ1000枚の G1 取れれば2万枚となるんだけど、そうそう簡単にはいかないよな。まあ、まずはこのレースからやっちゃいましょう。パンって何？一番人気なんでしょう。武豊は乗れましたね。ルメール騎乗のポカリスウェット。3つ。相手は3つですよね。こちらは1つに対して。まあ、とはいえ、僅差の勝負です。いい戦いになるんじゃないでしょうか。さあ、挑戦してみましょう。
史あるロンドンの街を駆け抜けて栄冠を掴む。今回2000のクラシックに挑戦です。さあスタート、片尾ジャック10番です。まあちょっと遅れたかなっていうぐらいで、そんなに体勢に影響はないでしょう。さあいつも通り後ろに下がります。ただ比較的最高か追い込みってなかなか難しいらしいんですけどね。それからもう1頭、5番パルブラブ、そして4番手に12番エズード、その後ろ3馬身くらいあって9番スターオブコジーン、黄色い帽子にご注目ください。これが1番人気のポカリスウェット、フリーイーグル、トワイスオーバーが並んでいっています。外を通りまして8番アーキペンコ、この辺りちょっと離れているバンデシャ、肩のジャック、陣営が絶対の自信を持って送り出しました。さあ気合はどうなんだ。さあテムズ川に別れを告げて、いよいよ最後の直線。何もならなかった金は、なんか遅いですね、動向が。来た、前が結構しぶとい。チャンスイッシュか。残念、3着に敗れ去りました。距離が足りなかったかもしれんな。このパン祭りイベントっていうのがありますね。あんまり大きなイベントには見えないよな。今回はメダルで購入することができます。繁殖入りはできないのか。なかなか地味なあのイベントではありますよね。まあそういうとこに力を注ぐよりは、あのこの馬風石を貯めていった方がいいかもしれないですね。というわけで、この、WBC クラシックをお送りいたしました。はい。ゲーム動画で以降は、チャンネル登録者数を増やしたいと思っております。説明欄の右側にあるチャンネル登録ボタン、こちらを押していただくとチャンネル登録できます。ぜひご協力お願いします。またあのブログやツイッター、説明欄にアドレス記載してますので、よろしければ見てください。最後20秒で流れます関連動画プレイリストの方も、あの時間ありましたらご覧いただければ嬉しいです。ゲーム動画でいこうでした。